なあ、レイム。日本が開発している新型兵器レールガンを知っているか？知ってるわ。ツタヤの小説コーナーで読んだもの。それはとある、だろ。日本のレールガンはあの C 国や北に対する強力な抑止力になるんだぜ。おお、これは気になるわね。ということで今回は中国レールガンの実力、日本が開発中のレールガンを圧倒？お送りするぜ。皆様の意見をコメントしてね。それでは皆さん最後までゆっくりしていってね。冒頭でも話したが、レールガンは C 国や北朝鮮のミサイルに対抗する切り札として、日本がレールガンと呼ばれる大砲の開発を進めているんだ。ふむふむ。防衛装備庁は、2023年11月14日から15日まで都内で開催した技術シンポジウム2023で、従来の戦闘を一変するゲームチェンジャーとして注目を集めるレールガンと、高出力レーザーシステムの2つの研究成果を発表しているな。お、2つもあるんだね。そうだな。連射も可能で、通常の迎撃ミサイルよりコストを低く抑えられるのがメリットだぜ。特に C 国や北朝鮮、ロシアが開発する極超音速兵器に対抗する次世代の迎撃兵器として期待が高まっているな。これはどんな兵器なのか早く知りたいわね。教えてマリサ。おう。その特徴について、専門家に聞いてきたぜ。そもそも2023年も新型の ICBM イコール大陸間弾道ミサイル。火星18の発射実験を行い、着々とミサイル開発を進めている北朝鮮。その脅威が高まる中、日本がミサイル防衛の要として開発を進めているのが、先ほど話したレールガンと呼ばれる大砲だな。防衛装備庁は10月、世界初となるレールガンの洋上射撃試験を実施したと発表していて、その結果も上々だったとのことだぜ。そもそもレールガンってなんだっけ？レールガンは電気エネルギーから発生する磁場を利用して弾丸を打ち出す兵器だぜ。具体的には、並行する2本の導体のレールを用意して、その間に電気紙と弾丸の接合体を配置。この電流経路にパルス状の大電流を流すとレールの周りに強力な磁界が発生。同時に磁界と垂直方向の電気紙に電流が流れるため、電気紙には電磁力が働くわけだな。そして弾丸は電気紙と共に加速されて、高速で打ち出されるんだぜ。ドカーンとな。発射後、弾丸と電気紙は分離するのも特徴だ。また、火薬を用いる従来の火砲と比較して、弾丸の初速を大幅に高めることができる点が最大の特徴だ。すごい速いのね。私の元彼のようだわ。おお、霊夢の元彼は足が速かったんだな。また火薬を使わず、砲身の中にある2本のレールに電気を通し、非常に強い電磁力によって、秒速2キロ以上という極超音速で弾丸を発射することが可能なんだぜ。しかも射程が200キロと長いのも特徴だな。これは日本に配備するしかないでしょ。視聴者の皆さん、新年の抱負をコメント欄で教えてね。さてレールガンについて、2022年1月に、当時の松野博一官房長官は、ゲームチェンジャーとなりうる最先端技術と話しているんだ。ゲームチェンジャー。最近よく聞くやつね。ああ、戦い方そのものを変える可能性を秘めたゲームチェンジャーとして期待されているんだが、専門家は、次のように話しているぜ。日本は、このレールガンが弾道ミサイル防御などに使用できると考えている。さらに、発射速度が1分間20発程度と言われていますので、多くのミサイルに対応できるということだと思うとな。1分間20発も発射できるの？私の元彼より、ゲフゲフ風邪かしら。風邪ひいたのかレイム。で、いつ実用化するの？専門家は2035年前後にと話しているな。そもそもレールガンの開発はアメリカが先行していたんだが、事実上開発がストップしているんだ。一体、なぜなのかしら？アメリカ海軍が開発を断念した理由の一つが、レールガンに、使用するための大電力を艦内で賄わなければなりません。そういったことの難しさもあって、開発を断念したとのことだぜ。なるほど。すごい電気を使うのね。そんな中、C 国の研究チームがレールガンで連続120発の発射に成功したと、香港のメディアが伝えた。開発を断念したアメリカを C 国が上回ったとアピールした形だぜ。あ、あのアメリカを C 国が？ああ、米海軍の依頼で DAA が開発した。試作レールガンコンデンサバンクの充電エネルギー量は100メガジュールは、2010年に33メガジュールの運動エネルギーで 10.4 キログラムの砲弾を射出することに成功。この結果を受けて米海軍は、2016年までに、艦艇搭載型レールガン最大射程160キロ以上毎分10発を開発。2020年までにレールガンを艦艇に統合して海上試射を行うことを計画していたんだな。ほう。2020年にはレールガンを配備できる予定だったのね。だが、レールガンの性能を発揮させるためには25メガワットの電力供給が必要で、
この条件を現時点でクリアできるのは、建造中止になったズムボルト級。総発電量は 77.6 メガワットだが間の運行には、35メガワット以下イコール余剰電力が40メガワット以上あるという意味だけなんだぜ。つまりどういうことだってばよ。つまり海軍の主力水上艦艇である、アレイバーク級余剰電力9メガワット前後に、レールガンに統合するためには電力供給能力を拡張する必要があり、ズムボルト級の統合電気推進 IPS に採用されたバッテリーシステムを、追加して、25メガワットの電力要件を満たそうと研究が進められているものの、艦内スペース不足で既存の兵器を取り外す必要があり、移動する標的やミサイルを遠距離で破壊するためには、誘導装置を組み込んだ発射体開発も、強烈なジート電磁場に、耐えられる電子機器の実用化をしなくてはいけないんだ。そしてそれが難航しているってわけね。そういうことだ。結局、実用化に手間取っているうちに迎撃困難で、1000キロ以上離れた目標を攻撃可能な極超音速兵器が登場してしまい、レールガンのメリットである極超音速兵器に比べ射程が短いことが薄れ、レールガンの射程を超える対艦ミサイルの普及も進んだことで、沿岸地域の地上戦闘支援というコンセプト自体も色あせ、米国では電力要件を満たす大掛かりな改造が必要なレールガンよりもマーク 41VLS を変更するだけでアーレイバーク級に組み込める極超音速兵器の方が使い勝手がいいとなったわけだぜ。なんだか壮大な失敗エピソードね。以上の理由から米海軍はレールガン開発の中断、資金や開発リソースを、極超音速兵器、指向性エネルギー、電子戦システムなどに回したいと考えており、議会は海軍の提案を検討するためレールガンプログラムに海軍にいくら投資したのか、実際の艦艇にレールガンを搭載して運用するため足りないものは、何なのか、を NDAA 成立から90日以内に報告せよと命じていて、今後の予算でレールガン開発への資金供給を完全に止める可能性が非常に濃厚だぜ。もうレールガンは完全に諦めるって感じだね。ああ。これを受けて香港のサウスチャイナモーニングポスト SCMPC は11日、C 国は、米国が開発を保有したレールガンのテストを前例のない、規模で実施し問題点の克服に挑戦すると報じているわけだ。また、記事の中に登場する C 国人技術者は、C 国のレールガンは他国のものとは異なり発砲時に発生する閃光を打ち消すための装置を必要とせず、特殊なコーティング技術で安定した性能と方針の低損傷性を実現していると明かしたものの、レールガンを実用化するためにはいくつかの技術的な問題を解決しなければならず、最高出力による連続射撃を何度も行い課題を明確にしなければならないと語り、過去に行われたテストを遥かにしのぐ規模と強度で、レールガンのテストを実施すると明言したぜ。C 国はアメリカが諦めたレールガン開発に本気ってわけね。しかも実は、ごくり、チャンネル登録と評価ボタン、コメントをしてくれた方に教えるぜ。握しろ。特に興味深いのはレールガン開発を加速する理由についてだな。理由？ C 国人技術者はこれは米国がレールガン開発を保有したためだと語っているんだ。つまり米国が開発を保有したレールガンを C 国が先に実用化させることで、技術的な優位性をアピールしようという意図が明確に伝わってくるんだぜ。なるほどね。ちなみに C 国が開発した試作レールガンの性能について SCMPC は、25kg の砲弾をマッハ 7.3 まで加速させ 250km 先の目標に命中させた。国内シェア&スペースデフェンスに掲載された論文引用。C 国海軍は今のところレールガンの用途に沿岸部防衛を挙げていると報じており、レールガンを対空兵器に転用する可能性については、日本が極超音速ミサイルを撃ち落とせるレールガンを開発しているとだけ触れているぜ。なんか日本に敵対意識燃やしてるみたいだけど、ミサイル防衛の、切り札レールガンは日本では、いつ実用化するの？これも専門家の小原氏によると、2035年前後に実戦配備をすることを考えているのではないか。今までの、自衛隊にはない、兵器になることは間違いないと話しているぜ。2035年前後がレールガン開発の一つの区切りってわけね。それまでに日本もちゃんと準備しておかなくちゃ。防衛装備庁は2023年12月1日、開発を進めているレールガンについて、最新の状況などを報告する動画を YouTube に掲載したんだ。ふむふむ。同庁では2016年度に電磁加速システムの研究試作を開始、2021年までに口径40ミリの中型レールガンを試作しているな。開発では、火砲として高速な戦車砲の1750メートル毎秒を上回る、弾丸初速2000メートル毎秒以上を目標に設定していて、
すでに2297メートル毎秒約マッハ 6.6 の初速で、重量約320グラムの弾丸を発射できる能力を達成しているぜ。また、従来の火砲と比較して撃破能力を大幅に向上すると同時に、より長い射程にも対応できるな。すごいわ。さすが日本だわ。で、それって何に使うんだっけ？先ほども話したが、主な用途として、マッハ5音速の5倍、1702メートル毎秒以上の極超音速で、通常の弾道ミサイルより低い軌道を長時間飛翔し、さらに任意の、タイミングで速度や高度を変えたりする機動性を持つ、極超音速兵器ハイパーソニックウェポンズへの対処を想定しているぜ。北とかロシアが開発してるやつね。そうだな。極超音速兵器は既存の防空網をすり抜ける可能性があることが、指摘されており、世界各国が対策を急いでいる新たな脅威なんだ。2023年度に実施した射撃試験では、飛翔の安定性と威力を検証しているぜ。しかも艦艇を模擬した複数枚の鋼板を撃ち抜くことに成功したと防衛装備庁は発表しており、防衛力に一定以上の貢献をしてくれる兵器であるのは、間違いないようだぜ。おお、これは期待できるわね。そういえばさっき言ってたレーザーなんとかはどうなの？ああ、レーザーシステムだな。高出力レーザーシステムは文字通り、高出力のレーザー光を高速で、動く目標を標的に照射し、瞬時にダメージを与える装置だ。電源が供給される限り、撃ち続けられる弾切れがないことと、迎撃に、かかるのは電気代だけであることが大きなメリットとなっているぜ。電気代だけで撃ち放題とか、時代も進歩したわね。防衛装備庁は、高出力レーザーをドローンや迫撃砲弾の撃破のほか、将来的にはミサイルを迎撃する装備システムとして研究開発を推し進めているな。だが、レールガンと高出力レーザーシステムの共通の課題となっているのが電源設備の小型化だ。両装備システムは共に大量の電力を必要とするため、大容量の電源装置が欠かせないからな。しかも、艦艇などへの搭載に向けてはその小型化が課題となっているぜ。いろいろ課題もあるのね。そうだな。防衛装備庁によると、レールガンの電源部の使用は充電エネルギーが5メガジュール。充電電圧が 8.5 キロボルトの高電圧に及び、試作装置は20フィートコンテナ長さ約6メートル、幅約 2.4 メートル、高さ約 2.6 メートル4台分の大きさに達しているそうだ。意外と大きいわね。一方のレーザーシステム試作装置川崎重工製は総出力が100キロワットで、試作装置は40フィートコンテナ長さ約12メートル、幅 2.4 メートル、高さ 2.4 メートル2台分の大きさになったというな。つまり、両装備システムの大きさはほぼ同じで、どんどん大型化しているってこと？ああ。だから、装備の小型化を図るためには電源設備の小型化が必要となるわけだぜ。共に電源の小型化が求められる中、果たして同じ電源を使うことはできないのかしら？それに対しては、防衛装備庁担当者は全く同じ電源装置を使うことは、ないとしても、電源小型化の技術は共通して活用できると話しているな。さらに技術シンポジウム2023では将来的にレールガンと高出力レーザーシステムをどのように使い分けるのか、どのような比較ができるのかとの質問が会場から出たんだ。おお、私も知りたいわ。これに対し、防衛装備庁担当者は、レールガンの利点について、高出力レーザーと違って、弾が物体であり、物を壊すことをしっかり最後までできると指摘し、信頼できるレベルで物を壊すことができると述べたな。さらにレールガンは天候などによる影響もあまりないと説明、レーザーは、光であるため、雲を透過しないなど天候の影響を受けやすいとのことだぜ。ふむふむ。一方、高出力レーザーの利点としては、レーザーの出力がどれくらいかにもよるが、一般的に必要となる電源エネルギー量は比較的少なく、システムとして小さくなる点を挙げたな。いずれにせよ、防衛装備庁はそれぞれの特徴を生かした運用を、構想しつつ、早期装備化に向けて研究開発を加速していく方針だぜ。これは防衛費と電気代が上がる予感がするわね。これからも自衛隊から目が離せないぜ。本日のお話はここまでだぜ。よかったら、チャンネル登録高評価お願いしますね。それでは皆さんまた次の動画でお会いしましょう。